事者というその位置もありますし、アルビレックス。こんばんは。8時。名古屋からニュースします。では最初のニュースです。梅雨前線と影響で愛知、岐阜、三重の3県では大気の状態が非常に不安定となり、明日昼前にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みで、気象台は土砂災害や低い浸水などに十分するよう呼びかけています。気象台によりますと、前線や前線上低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、愛知、岐阜、三重の3県では大気の状態が非常に不安定になり、広い範囲で雨が降ります。では明日日にかけて雷を伴って運ぶところがある見込み、明日にかけて